集合とのことです。なしまさん、はい、武装して9105に集合です。来ますか今。うん、了解。ただいまボスが起きました。おお、目の前で起きたってことか。目の前で起きたってこと。あ、目の前で起きました。おはようございます。いや、ボスが起きましたってなんで知ってんだろうと思ったら、そういうこと。おはようございます。遅くなっちゃった。いや、でもよかったです。ちょうどいいです、タイミング。あ、起きてらっしゃる。おはようございます。おはようございます。おはようございます。失礼しました。ベースは牢城っすね。ベース牢城、なるほど。やっぱ警官の数を削りたい。手前から生きてるだろ。いや、俺の元からすごい。じゃあもうざっくり説明しちゃいます。元からすごい感じで来てる。で、大まかに説明するんですけど、まずこれが、俺たちが A って呼んでる入り口、まあ正面玄関ですね。はい。で、基本的には使わないです。っていうのも、出た時にもう車線取られすぎちゃうんで。そうですね。生きて出ることできないと思うんで、まず使わないです。これ、車で塞いじゃいましょう。はい。で、続いて B なんですけど、こっちへどうぞ。はい。ここがいわゆる B、まあ、ここ全体を B って呼んじゃっていいですよ。ここも外に繋がってるんで。ここもまたその A と同じように、まあ、外に出ると分かるんですけど、まあ、無理な出口なんで、ここも車で塞いちゃいましょう。了解です。この屋上が H。 この屋上がロケラン探しできたのがめっちゃ頭に入ってるの、めっちゃおもろいんだけど。結構長いですね、めちゃめちゃ地形覚えてるわ、ここ。めちゃくちゃ地形を覚えてんだけど。もう ABC もなんかもう話聞いてないけど、大体ここなんだろうって分かってたもんな。で、一旦屋上まで上がってほしいんですけど。はい。屋上組に配置についてもらう場所がかなり今回重要ポジションになってまして。あ、合体。今どこいますか。屋上のはしご登ってます。屋上了解です。ここいろいろ車線が通るとこ気をつけてほしいんですけど。はい。W の方とかも下手に頭出しすると食らっちゃうんで。はいはいはい。こっちの方も警戒しつつ、メインはさっき言ったその向こう側っていうんですかね、 N 側の建物に警官が配置につくかを見るみたいな。了解です。あと E 側ですね。 E 側にもあっちの建物にも登ってこれるんで、ここで守ってもらう。まあ、なるべくダウンせずに脱出するっていうタイミングで、まあ、いない状況を作れたらいいってことですよね。そうですね。もうとにかくここを守ってもらわないと、ここが詰んだらもう俺ら中から缶詰で出られなくなるんで。了解です。ナノちゃん、ナノちゃんはさ、多分この辺が一番車線切れるからさ、ここでさ、その上空のヘリ 全集中してもらいたいかも。上空のヘリ上だけね。そう、もう上に全集中。これ真上見えないのか。そうなんだよ、そうなんだよ。真上見えないんだよ。だいぶ見えない範囲広いね。そう、だからロープ効果で多分無理やり来れちゃうんだよね、これ。これヘリ壊されそう。ヘリ爆発。ヘリ爆発されそう。この止まってるヘリにロケランぶち込まれて爆発する可能性もあるんで、気をつけましょうね、あのヘリ。ダイオ戻りました。ダイオ、俺が警察だったら、あのヘリにロケラン速攻ぶっ放すからさ、撃てる範囲で。そうですよね。うん、絶対爆発すると思うから、マジで気をつけような、俺たち。これヘリここって止められないんですか。止めれるならこっちの方がいいよな。移動できるか今だよ。俺鍵もらえれば。ここヘリ来るからちょっと離れて。ここで、この後ろから見る画面だと、モズのラックの方、どこにいるの？タクシーの運転手狙えるんですよ。これ、体全出しじゃないですか。そうだな。一人称にすると、おー、あー、そういうことな。上から出る。あれだよな、頭から弾。危ないよ、二人とも、本当に。一人称なし、一人称なし。なし、これ。なし、一人称なし。危ないよ、本当に。危ない。危ない。一人称なし。危ない。終わるぞ。今誰押しました？君とさん押しました。いや、マジで今押してないよ。本当に自分で上がってたよ。本
殺そうとしました。本当にしてないからやばすぎ。何もしてない、やばすぎ。バケモン2人いるって。バケモンが、こう緊張しますね。ああ、特に屋上は俺のポジションが多分一番シビアだ。兄貴はでも上から圧席得意じゃないですか。いやー、まあ、得意だけどな。車線の切り方がすごいシビアだ。俺はこっちちょっと行き過ぎるとこっちから撃たれるし、こっちちょっと行き過ぎると撃たれるからな俺。あ、確かに。俺は車線が結構シビアだ。お前だって、お前シンプルだろ。あそこでのお前。こっからでいいっすね。中組準備完了。屋上組大丈夫ですか。ロケラン遅いんで。屋上いつでも行けます。ロケランって撃っても壊れないですよね。撃っても壊れはしないですけども、避ける、ヘリ撃たれるよ。ロケランできたらもうエスタークさんはナノちゃんのそこの角に走って、はい、自分とダイオはあのそっちの奥の角に走ろう。うん、そう大きい声で RPG って。そう、そしたらもう俺たちの逃げる場所をどんどん決めとこう。ちょっとエスタックさん聞いてもらっていいですか。孤児院って止血関係はいいんですか。それ止まってる。あ、ちょっとすいません。なんか絶妙に話しかみ合ってておもろいな。止血関係っていいんですか。それ止まってるっておもろいな。絶妙に会話かみ合ってんだよな。絶妙に会話かみ合ってんだ、おもろいな。一応起こしてもらって、起こせたら、起こせなかったらもう護送逃亡で。屋上いつでも行けます。一回大丈夫だね。中 A 正面大丈夫です。起爆艦了解。お願いします。お願いします。お願いします。難しい、難しい、難しいな。よっしゃ、いやいいよいいよ全然。よしゃ、行くぞ。ギリギリのラインすぎるから大丈夫大丈夫。ウィー、音するな。でもヘリ、心なきではないです。あ、いますね。え、誰？まあ、でも関係ないんじゃない？多分アンブレラとかが見に来てんじゃないの？多分確認しに来てんじゃないかな、アンブレラとかが。はいはいはい。だよ、サブで見れる方、あのはしごとか階段で登ってこれるから、ヘリいないから、はい、あそこいないっていう概念は捨てといてね。わかりました。ちなみからザグライ1体どうかどうか一直線に行ってる。はい、2体目も通過。オープンします。見えたら撃っていいんですよね。あ、もちろん。709方向1704かも。91パトカー、94方面パトカー。警察ヘリ1、ちょっと警察ヘリ西側、91パトカーもう1台西側低空飛行で1台、なんか1人降ろしそうっすね。あ、一人降ろすな。屋上それ違う。あ、ヘリ、ヘリいる、ヘリいる、撃とう。これ、はしごとかある真下の情報結構取りづらいな。ああ、これ今思ったわ、結構むずいぞこれ。しれっとはしご登られて配達されたら。黄色のパトカーがずっと周辺ぐるぐるしてる。5万号もいたかな、3台くらいずっとぐるぐる。結構むずいな。
山川校庭のパトカーでバレたな。ヘリでかなり広範囲サーマル撮ってる。マジレーザーはなんとかなったみたい。9495方面ってラークいる？レーザー越えないっす。24の上パト編、ラーク車変えます。了解。94方面ラークいたらちょっと見てほしいかも。山川かなり広く撮られてる。そう、きついなこれ。のあんまり現地の真下が状況わかんないから、なんか深めにちょっと見てほしいかも。ラーク94方面ちょっとチラチラぐらいで。そう、94から90のあの細道ぐらいチラチラって見えるとすごい助かるかも。94ヘリ。ごめん、ちょっと遅れるな。いや、全然ゆっくりでいいよ。無理せず無理せずで。ヘリ3台。ヘリ3台、ヘリ3台。ヘリ3、ヘリ3台で1人1台見る感じになるから、やっぱりちょっと下厳しいかも。見るのこっち屋上。B まだ来てません。了解。 A 元ない。結構上から来ようとしてるのかな。奈々ちゃんヘリだけマジ頼むね。近いです。 SE 方向ヘリ。いや、弾届かない。水入ってほしい。軽くでいい。バンザー A 撃てます。バンザー A 撃てます。これね、もう次近づいたら撃つって警告はされてて、情報出しだけでも撃たれて死ぬかも。了解。大王方面ヘリ近いよ。レーザーなくなった。届かないっすな、これ。届かないのね、これね。結構近いって。近く見えるけどね。人見えるけどね、右側の S 方向の空気が。弊社名2階で見ておきます。手に持っちゃった。大王方面いるな、それ。2323方面一人。ヘリやばいかもね。うん、ヘリこっち爆発そうだな、屋上。チラヤさんもう C4 設置してる？設置してある。ヘリやばい。でもそろそろ行けるように待ってる。そうだ、そろそろね。ラークは一体。大王方面、大王方面。232いる。23屋上いる。かなり遠いのに。これヘリ爆発そうだな、マジで。23ヘリもう一個着陸。どこの方角に着陸しました？23の屋上。この爆発地方これじゃないよ。了解。23の屋上は運転手と一人、もう一人いるから、二人。C4 の使い方を誤ってしまったから、一回めっちゃ屋上のヘリ撃たれてる。銀行から出て戻ってくるわ、僕。わかった。これ屋上ヘリマジやばいな。ヘリやばいな。これ爆発そうだな、これ。それさ、 C4 ってさ、爆弾に仕掛けた、それとも床に仕掛けた。やばい、ロケだロケだ。屋上 RPG 来た。俺くそ、マジで。どうする、起こすか。起こして、起こしてもらうわ。オッケーオッケー。見えてからしよけれねえ、ロケラ。ちょっと、あれはね、資格通ってんのか、あそこロケラ。サウス真上。今ここヘリ1台だけ。サウス、ナノちゃんの目の前いるわ、ヘリ1台、煙出てるって言って。ヘリ、煙出てる。煙1台出てます。3、4方向のヘリはある。ありがとう。OK。 元気？うん、元気。スーパー飲むわ。ヘリ1、じゃあロケラン撃たれる、ロケラン撃たれる。
気をつけろロケラン、見えてからじゃ避けれないぞロケラン、マジ気をつけろこれ屋上いてもあんまだから スケボーで降りてラーク行こうかな24方面1人降りた。あんま、もういらないよな俺。表情がな、いらないよな。いつ死ぬかわかんないから無線つけっぱで行くわ。了解。サーエはどこいる？あ、ここ近い。ヘリ、こっち近いよ、一台。ヘリ、NW めちゃくちゃ近いです。でも俺ナノちゃんに起こしてもらえるからちょっと捨て身で下の方見るわ。俺が持ってくるねえねえ、脊椎がなんか痛い。まあどうせあれやもんな。まだ痛い。あ、でも、あ、あのね、熱し、あのね。なになになに、なに言って、なに。やけど。やけど。な、いつのやけどですかこれ。あの私。医療ミスしてもらえちょっとやめてください、ちょっと医療ミスちょっとやめてもらっていい、医療ミス何個塗るんだ、うん、ちょっとやめてもらっていい、これ中結構やばい、ありがとう、まだ来てない、これ入る、中組結構きつそうやね、まずまずこれ B まずいかも、ちょっと見ろ、入られてるなこれ、B いるよ、あれ入ってる、じゃあ A 見る、A 見る歪みかも、ちょ捨て身で下のヘリ取ってこうかな、上逃げれないならな、グレあグレあるよ、渡すわ、お願いします、え SSSE SE 降りた、 SE 降りた、 SE 降りた、 SE ヘリ降りた、 SE ヘリ降りたからね、 SE ヘリ降りてます、コトーレムの中やったよって声が聞こえた、ナシマカナさんの中入ったって聞こえてる、B 入られてる、 B ね、 B 入られてるよ、 B 方面ヘリ、回収できるものはもう限界で回収してあります、撤退のルートは結構俺回収、あでもバックメント無理なのかな、アメヘリこれ生きてるかも、アメヘリ生きてるかも、ちょっと生きてるんだけど、これなんか入られてる、まだ来てない、まだ2回まで来てない、これヘリ撃てるよ、ナイス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 、 S4 面のヘリ煙吹いた、一旦多分ヘリの情報多分いいわ、もう無線は多分そんな変わんない、無線で共有すんの、いやちょっともうここいるのあんまあれだからな、現地の中走ってこようかな、中の情報、中の情報がちょっとあんまり分かそうだよね、もう行ってくるわ、もう行ってくる、現金持ってる人してください、バンさん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 、いいんじゃない、あんたはどこにいる、見てるだけだもんね、そう見てるだけだから、ちょっと私分かんない、行きます、なんか豆編で逃げるのが全部です、これも先に出て注意引く、いや俺何もできないから大丈夫だよ、君のさん、情報だけお願いします、出口方面の C からちょっと中入ってみてくる、なんでおんねーC いるぞー、はしご登ってるぞ、はしご、ゴトーレムがいるぞゴトーレムがいる、めっちゃ殺せるぞ、中入るぞ、こっちになかった情報が、犬、お、なんだこの犯人めっちゃ喋るな、当たり前だ、くそ、猿靴はできれば俺はもう屋上のヘリのロケランでぶっ飛んだからな、索敵しに降りてきたんだよ降りてきて寝てたんだよ、ウィンドリーが喋りづらくなるためにずっと喋ろう、ドはドーナツのド、レはレモンのレ、ミはミンドリー、ミはミンドリー、みーはみんどりー、みーはみんどりー、いやー
すみませんね、アルビーさん。いや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 、いや、あそこはもう俺も予想できてなかった位置からだったんで。あれ、もうちょっと先に、私、距離がアルビーさんと生まれてれば。そうですね、うん、俺が先行するべきだったっす。屋上からバイクで出れたっす。本当にすごい。バイクで出て、地方取って戻ってきました。すごい。戻ってきたのが行かれてんだよな。すごすぎます、それは。今回でもね、なんか行けそうな気もするんですよ。いや、絶対行けます。可能性はもう見えましたね、うん、あと外のラークの動きも多分。屋上は守れてましたよね。屋上守れてました。ただやっぱ C のエントリーが全く角度的に見えなくて、速攻もうちょっとこう融通聞かせられたらよかったなっていうのが反省でありますね、自分の。屋上はじゃ無理なんですか。あ、スケボーが多分シンプルに今日はスケボーで降りて、で最後のドア前のはしごで降りてたら、登ってるレム君とこんにちはってなってあと屋上の多分ヘリは多分毎回壊れたら警察署に行って乗り換えてるんじゃないかなぐらい、まあ、いつものやつよね、はい、ピカピカのヘリが毎回飛んできてましたねあ、そう、あと屋上に一番上に置いてあったヘリにロケラン当てられて吹っ飛びました。あ、屋上ヘリで逃げるのは多分なんか安全に置ける位置がなさそうですね、ヘリは。なるほど。 C の前は置けると思うんですけど、屋上はちょっと厳しかったですね、ヘリが。となるとでも屋上組の脱出ルートの確保が難しくなるね。もうやるしかねえですね、完全に。バイクは一番てっぺんには持っていけないだろうからな。軍事ヘリで釣り上げるからな。カーゴしてね。何かもね。そう、ヘリさえ置いてなければ屋上に撃ってくるロケランはそんなに脅威じゃなかったですね。おお。そう、そのヘリに当たってドカーンみたいな感じだったんで。爆風がね。はい。やっぱりでも、はい、その後藤ちゃんに突破されてるのところがやっぱり厳しかった。あれ、逃げ側あの事故なんすよ。ちょっと謝んなきゃいけないこといやでもあれあれでしょ、扉が開いてる風に見えてないの。あ、まあそれはまあ置いといて。あれ、一旦置いといて。あれ、まあ僕 B から入ってきた警察を C4 で起爆して倒すつもりだった、うんうん、はいはいはい。で一回その名島さんが C4 を取りに行って、うん、で戻ってくるときになんかこれがね、ちょっとどうしたんですか。一応白井さん、あの B の入口から入るからねって、その C4 置いてるの知ってたって言ってたのは、うん、多分娘に聞こえてたと思う、はい、そういうことやっちゃったのか。取り行くときにそう B から入るわっていうのは聞いてたんです よ。それは聞いてて、でその後に帰ってくるときに、なんかこれなんかね、どうだろう、他の人の声だったのかな、なんか正面から入るって聞こえてきて、あ、正面から入るならじゃあここが開いたらほな警察かと思ったら、開いたんですよ。さあ入ってきた誰か、えいって言って爆発したんです。うん、そしたら大の字になった名島さんが飛んでいた。名島さんがくるくるくるどちゃって照明の前にできちゃったんですね。それはね、やっぱ初めてのトライはテンパじゃないだろうし。本当に。まあその後、まあ、C4 を名島さんが取り出して RB さんに届けて、でまた戻ったんです。あれ、まだあるんですか。はい、まだある。まだある。で、まあ、名島さんを一旦そのね、両病院の扉の前に置いて、でちょっと報告だけしてもらって、はいはい、僕が狙うみたいな作戦にしてたんですけど、ちょっと一旦場所変えるというか、その両開きの扉を名島さんで防げないかって話になって、名島さんで防げないか何を言う、そこの扉に置いてね。そうで、名島さんを微調整してる時に、ね、なんか俺のお腹から血が出てきて、え、それでもし、え、なんかあれ扉閉じてるのになんかお腹から血出てきたって思ったら、うん、死んじゃいました。あっ、おいおいおい、反対側の道路かも。道路またいでる扉を打ってて、そう、なんかね、僕の方だと扉が閉まって見えてて、ああ、そういうこと。いや、それでその話に繋がるんですね。なるほど。だからもう気づいたら腹からなんじゃこりゃって。そう、なんじゃこりゃって。なんじゃこりゃってことですよね。で、まあ僕銃一発も撃ってないですね。ああ、なるほど、うん、大丈夫ですよ。一番いいの持ってったんだけど、大丈夫だよ。白井さん、大丈夫、4億。いや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 。ボンボ？ダンテさん。
これ小平さんじゃない？いい経験だと思いました本当に。いやだから逆に後藤レムに試合で負けて突破されたわけでは、顔近い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 理由は全然、どうしたの、うん、ありがとう、どうしようありがとう。ただ一応 B の入り口を警戒した時に扉先に銃で開けられてから姿見えずに撃ち殺されて、はいはいはい、じゃあこの話って C がどうこういうの B だよ。まあもう俺が C4 で失敗してそう、うん、ただ C の警戒を上げるよりも多分 B をもっと甘く詰める必要があるってだけだね、うんうん、あのね次は大丈夫いや私ね、だとしたら RB さんのあの作戦の方がいいと思って、ちょうど鳥に名島さんを調整しに行ったら、ちょうど白井さんもやめた自分で苦しめちゃってる部分で名島さんを皆さん、まず気にしなくていいよ。明日から首ね。首か4億でも、いやでも俺のミスなんですよ。初めは俺のミスなんですよ。これがやっぱりそのナシマに C4 渡して設置を願いってなって、ナシマが C4 を投げればいいってなって、で C4 を使ってしまって、で取りに行かなきゃいけなくなった。で取りに行った結果その白井さんの事故が起きてっていう、だから始まりが俺がナシマに C4 を渡したところがミスなんですよ。それは誰も悪くないよ。なんかオールインオールインってあったかいですね。オールインがあったかくねえ。そう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 。何言ってるんですか。いやあったかくねえみたいじゃない。いや違います違いますよ。俺首って言われてんだぞ。確かに首って言われた。最後まで見ていただきありがとうございました、よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。